歌いよ。いきなりですが、質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳です。顔面開かへんけど、あれらしいね、なんか眠たいのってさ、目が乾燥してるかららしいで、なんか朝目やかへんのって。眠たい、眠たいよ。それから行く前にやっとこうかなと思ってショールーム配信。あ、でこんなにパンパンの顔でさこんな寝起きの顔でさ、パンパンの顔であれやけど、ちょっと大西桃佳ってエゴさしてみて、なんか出てくるかな。そうだ、今日だ。大西桃佳エゴさしてみて、そう、そう、あの今日の朝4時ぐらいに多分情報が解禁されたと思うんですけれども、ごめんね、こんな朝っぱらこんなでもね、一応メイクはしてるのよ。いや、してないけど、してるのよ、ベースだけ。そうだからね、今日起きてからね、時間経ってるっちゃ経ってるのよ。そう、でもちょっとね、してないに等しいかちょっとあれなんですけど、本日情報解禁されました。11月に修羅雪姫という舞台に出演させていただくことが決まりました。イエーイ。11月来月です。来月、
させていただくことが決まったので、わりかし初めの方なんですよね。でも公演数はね、いつもと比べて少ないので、そしてね、俺たちごちゃまぜ集まれやんやんでお世話になった今泉ゆいさんと、あと安田愛理ちゃんもね一緒なんですよ、ラストアイドルの。そう、さんが主演の舞台でございます。はい、ということで来月も頑張りたいと思うので、ぜひよかったらチェックの方よろしくお願いいたします。もにしも後でツイッターで3日間限定、そう3日間で、そうご公演、そうなんです、短いんですよね今回は。うん、そう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 、なのでよかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。はい、そんなわけでごめんね、こんな感じですごい朝にこんな顔で宣伝して、いやーありがたいね。でもうん、まあそんなこんなで今日は白雪姫の発表ができて、そして昨日は舞台駆式のスプリントいざかけるときの稽古できて、で本日はミュージカル悪の娘の小屋入りでございます。すべてどれもこれもすべてすべて全部全部頑張らさせていただくので、よければぜひまずなんかやってんなと思ってちょっとチェックとかねしてくださったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。眠たい今日なんでこんな眠たいんだろうな。うん、寝るの遅かったかなと。何時に寝たっけ。でも昨日寝て3時ぐらいに寝たけど、昨日ね時計して寝るの忘れてたのよ、にし時計せずそのまま寝ちゃってるから何時に寝たかも覚えてない。眠たい、眠たいね。
ごめん、頭当たれてたわ。もーちゃん、タガログ語は話せますか？話せるおにし。くれ。まだんがんたん、ハリーポー、アコポシモ、カオにし。タガログ語。これはおにし、いつまでも話せる。自己紹介だけできる。ダンガンタハリポアコポシモモカオニシオニシモモカですって。私の名前はそう、ちゃんとこれ通じるのよ。これでなんかそれこそね、2月今年の2月にやった舞台の君の竹っていうのがあってんけどさ、それに出てたね、ダオくんって方がいるんけど、そう、なんかその方が日本とフィリピンやったかな、の多分ハーフで女子力になって、そう、めちゃめちゃ女子力高い人、もう先輩なんかもう大西は女性としての先輩と思ってる。そう、それで大西タガログを話せるって言って、そう、披露した覚えがある。そう、でもちゃんと喋ってた、もう普通にタガログを、ダオくんは、そう、すごいと思って、もしも自己紹介以外喋れるようになりたいな。おはよう、おはよう。みんな朝早くない？西急に朝にしたのにさ、なんでみんな起きてんの？フフ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 フ電子時計で見たらさ、水曜日か木曜日かな、よう分からへんね、どっち今日木曜か。昔は5時半に配信してたのに、朝弱いね、私はもともと朝は弱いんです、昔から。うん、十分だった。うん、ねえ、この後二度寝しますか？二度寝したいね。今寝たら最高に気持ちいいような。何時？もうこんな時間か。もうこんな時間。朝の時点で早いよね。
か餃子こんなさ目開かへんのなんか珍しい。大体さ起きてさ顔洗って歯磨いてメイクしたらもう大体ちょっとね目パッてすんねんけど、今日なんか全然目開かへん。なんでなんでかな。どうしよう、寝不足ですね。え、寝不足じゃないよ全然。おいしい、全然寝不足じゃない。うん、寝てない時全然もっと寝てないやつ。そうしてるんじゃないって。でもそれかな、絶対そうやわ。目開かんのってね、そうさっきも言ってない気がするけど、なんか目が乾燥してるからなって。でも私目薬持ってないのよ目薬そう思うし使わんからさ普段持ってないのよ。目潤すことがない。でもこれからさ乾燥するから買っといた方がいいか、目薬ね。もう乾燥する季節に突入してきてるよね。ちょっと今度薬局行った時買うわ。なんか実質目開けてなんか今寝てるみたいなさ、なんか目覚めて。寝言で配信してるってあれそうやったかもしれへん。あれおはよう、なんかあおはようおはよう、あおはよう、はい、いきなりですが質問です皆さんの好きな色は何ですか。でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃花です。皆さんおはようございます。今日は西小屋入りでそう今日から小屋入りなんですよ。あれ、あおはようおはよう、あそうや、みんな大西桃花ってお座ってしてみてなんと11月白雪姫っていう舞台に出演させていただくことになりました。やったー。え、なんか見たことあるって、この苔夢やで。なんか今全部が夢な気してきたわ。なんかめっちゃ涙出てくるしね。よし終わるわ、行かなあかん、そろそろ。今日はちょっと翼をしっかり授かろう。あ翼を授かりますということで、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位ハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が
ゆまとマークももいろのちおのよみさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバとマークおにしよしさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がカホアットマーク、体に気をつけてファイトファイト、ニコニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がツバッサーさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がカッキアットマーク、おにしぐんアットマーク、25時30分からアート山部募集中登山部員募集中始まりました、ありがとうございます。イエイ。そしてアルさん、アルさんじゃない9位がアルさん、ありがとうございます。イエイ。ごめんね。そして10位がはるかの思いさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が、おやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がみかりん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が、パピーさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとう。ということでですね、今日は一回も目覚めなかったわ、おにし。うん、ありがとう、ありがとう。ちょっと目つぶりながら準備してくるわ目開けながら、目開けて寝ながらちょっと準備するわ。ちょっと器用なことしてみるわ。 OK、 ありがとう。準備していってくるわでは、じゃあ今日本日、ね、明日迎える赤の娘初日のためにね、ちょっとあたりでいろいろ頑張っていきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、ではおやすみなさいって言おうとした大西怖いよ、自分がねえ、怖いよ。行ってきます。もうやだ違う、おやすみなさい、行ってきます行ってきます、頑張ってきます。皆さんも行ってらっしゃいバイバーイ、バイバイ。